本日は、高円寺北口にある、ラーメン太陽に、来ました。セットメニューがですね、かなりたくさんある、バリエーション豊富な、ラーメン屋さんなんですけども、基本的には醤油ラーメンがメインで、煮干し系のですねスープのラーメンです。ラーメンが到着しました。今回はですね、チャーハン、半チャーハンのセットですね、注文しました。そこに生卵、これ30円ですね、これ入れて、ちょっとですね白身と黄身を分けてですね、食べていきたいなと思ってます。今回は片面で注文しました。この透明感のあるスープがですね、またあっさりですね、全く脂っぽくなくてですね、非常に、飲みやすいです。魚の香りがして、この中太縮れもですね、これもまたこのスープによく合って、非常に美味しいですね。でこのプリプリのチャーシューが1枚入ってますね。全くパサパサしないで、この麺と一緒に食べても、ちょうどいい味わいが、して美味しいです。あとメンマもなんかも結構入ってますね。セットのミニチャーハンに行きたいと思います。このチャーハンはですね、もう太陽のチャーハンって言うしかないですね。この味もすごい美味しくて、このスープに非常に合うんですけど、こうなんかパラパラしてる感じのチャーハンではないです。ただもう本当独自のこのチャーハンですね、ナルトが入ったりとか、美味しいです。ぜひ食べていただきたいなと思います。早速お酢で味替えをしていきたいと思います。またこのあっさり感がより、さっぱりしました。これまたやっぱ醤油にもお酢が合いますね。非常に、美味しく、いただけます。生卵もですね、最後の方でちょっととろっとしてきたところをスープと一緒に飲むのが、私は大好きですけども、非常に美味しいです。それとこの、太陽ですね、この餃子がですね、ジャンボ餃子なんですけど、非常に餃子美味しいです。中の具がですねぎっちり入ってて、でかいのにですね、中の具が、しっかり味がついていて、この皮とのですね絶妙な、調和が取れてるんですね。本当に美味しいです。ぜひ一回食べてみてください。非常に美味しかったです。ごちそうさまでした。